はいどうもこの内容自体は高校の時に習ったことなんですがあのこの連続性と微分可能性区別がついてない人がいるみたいなのでここで解説しますまず連続性の解説から始めましょう与えられた関数 fx が点 a で連続であるっていうのはどういうことかというとまず定義を与える前に イメージを述べましょうそれは関数のグラフ y=fx が点 a、fa でつながっているというものです。これ例を見てもらったら分かると思いますが、例えばここに書いてある3つの関数のグラフの例与えてますけど、これ1つ目は点 a でこの関数連続なんですけど対応するグラフの点ここでつながってますね。だから ここの点 A でで関数は連続であると言いますえ次の例ですけどこれも関数点 A で連続ですなぜならば対応するグラフでの点ここですねここでグラフがつながってるから連続ですで3つ目も点 A で関数は連続ですなぜならばそのグラフで対応する点ここの赤色のところですけどそこのところでグラフがつながっているから こういうことですえ。ちゃんとした定義を述べましょう。え定義え。関数 fx が点 a で連続であるっていうのはどういうことかというと、まあ、ディフィニッションですね。それは、このリミットが fa と一致するというものです。で、これがちゃんとした定義なんですね。えどういうこと,のことなのか、えっと、左のところ。 こここですねこの絵を使って説明しましょう。えっと、x が a に近づくたときっていうのはこういうことです、まあ。しかもその x が a 以外の値を取りながら近づいたときにその関数の値が、まあ、その関数の値っていうのは y 軸の定上の点で表現されますがそれが fa に近づくということですね。はい。 x を a に近づけるとこんな風に近づくよとこういうことですで逆に点 a で連続でないっていうのはどういうことかというと、まあ、右上のところを見てほしいんですけど例えば関数のグラフがこんな風になってたら点 a で関数は連続じゃありませんつまり x を a に近づけた時この場合だと ここですねここに関数の値は近づいていくんだけど実際に点 A での関数の値はここになってるからこの場合ここの定義を満たさないしたがってこれは点 A で連続でないということですそれでは次に行きましょうで次に関数 fx が点 A で微分可能であることの説明をしましょうでこれイメージ的に何かというと 対応するグラフ Y FX AFA が点 A FA で、滑らかであると、こういういものになってますで。これもまず例を見てみましょう。で、3つの関数を考えて、その対応するグラフをここに書きました。で、まず1つ目は点 A で微分可能です。えっと、なぜならば対応するグラフ書いてみると、まあ、そこのところで滑らかである。 これ別の言い方をするると接線が引けるってことです。す。す。こここのように接線が引けますだかかららでで滑らかですで一方で2個目と3個目はこれは滑らかとは言えませんなぜならば2個目だったら点 A に対応するグラフ上の点を考えた時ここで接線は引くことができませんえっと X が A より小さいところからあのこう近づいていった場合はこんな風に接線が引ける気がするし 反対の方から近づいていったらこう,こういうふうな接線が引ける気がするけど結局ここのところでは接線まあ、引けませんえ。だからこれダメだということです。で3つ目のところはまあもうちょっと微妙なのでここのところでは何かえっとイメージで語ると、えー、間違えそうになるのでこれはちょっとこの話はちょっと放流しましょう。でえっと関数が点 A で微分可能である定義をちゃんと述べましょう。 それは何かというと、まあ、ディフィニッションですけどここの極限値が存在するというのが点 A で微分可能であることの定義です。これあのグラフを使って説明するとここが関数 y=fx のグラフだったとして、まあ、ここに a があってここ a たす h があったらこのリミットをって考えてるそのリミットの中身は何を考えているかというと 右の図でいうところの青色の半直線のの傾きのことですで、えー、っと最後リミット H を0に近づけたときに極限値が存在したら、えー、っとこれで微分可能点 A で微分可能ということになります。で一つ注意しとかなくちゃいけないのは、H、ここは絵を描いた時は H が正の例を描いてますけど H はあのフと歩でも構いません。 あありとととらゆるる、えー、を考えるとえー、そういういことですでこの,あの、まあ、極限の取り方っていうのはこの辺いわゆるイプシロンデルタ論法を考えない限りある程度曖昧になるのは仕方ないので直感的な議論は受け,受け入れることにします。はいそれで最後のページに行きましょう。で えっと、今関数の連続性っていうのと関数の微分可能性っていう話をしたんだけどその2つの関係は何かというとえ次のように表現されますえつまり関数が点 A でもしも微分可能ならばえ連続であるえこんなことが言えるということですで証明は簡単なのでここでは割愛しますが、まあ、この結果が大切ですただ一般的に注意しなくちゃいけないことは関数が 点 A で連続だからと言って、そこで微分可能とは限らないということです。つまり逆は成り立たないということです。で典型的な例はここに書いたこれですね。左側に書いた関数。まあ、そのグラフがここに書かれてますけど、これがまさにその例になってます。この関数は点 A で連続だけど、つまり対応するグラフがつながってるんだけど、その対応するグラフは何 あの対応する点で滑らかにななってないつまり接線は引けないということです。でまあもう一つ右の方もこれ,あのれ点 A で連続だけど点 A でまあ微分可能ではないというものになってます。まあ、右側の場合はこのグラフを定める式がどんな風になってるのか。 というかその関数の定義がどんなのかっていうのをちゃんと書き下して定義を満たしているかどうかをチェックしないとこれ何とも言えませんがとりあえず微分可能でないものをイメージしてここでは絵を描きました正確には関数 fx の定義がどんなものかに依存するという話です絵はあくまで補助ですはいということで最後までご視聴ありがとうございました